フィリップ・ヒルシュ・ホルンは、ラトビア出身のバイオリン奏者、リガの生まれ、ダルシン音楽学校で、バルデマール・ストゥレステプにバイオリンを習った後、レニングラード音楽院で、ミハイル・バイマーに指示。1967年のエリザベート王妃、国際音楽コンクールで優勝し、ヘルベルト・フォン・カラヤン、ガリー・ベルティーニア・ユーリ・デ・ミルカーノフといった、名指者たちと共演する機会を得て、 名声を確立していった。また、マルタールゲリッチ、ブリジット・エンゲラー、ミッシャマイスキー等の名手たちとの室内学演奏でも高く評価された。1973年からベルギーに移住し、ブリュッセル音楽院やユトレヒト音楽院等で後進の指導にもあたり、フィリップ・グラファン、ダビド・グリマルや、ジャニーヌ・ヤンセンを育てた。ブリュッセルで脳腫瘍のために死去。 フィリペ・ハーシュ・ハーンと綴られることもあるが、彼の母碑にはフィリペ・ハーシュ・ホルンと刻まれているのを確認できる。ありがとうございます。